はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年5月の13日、朝の4時44分です。よろしくお願いします。どうも、こんばんは。今 YouTube ライブをちょっとやってみたけど、仕組みがだいぶ変わってたよ。びっくりした。YouTube ライブが激変してたね。あれはまずいぞ。加藤潤さんなんか1万5000人アクティブ集めてたからね。いや、えぐいよな。ゲーム配信で1万5000人集めるってとんでもなくない？ YouTube やっぱ勝つのかな。一極集中してる感じがあるよね。すげえよ。おはよう。今ね、YouTube ライブやってたんだよね。たまたま。で、加藤潤がリアルタイムで1万5000人集めてたよ。1万5000人だよ、すごくない？桁が違うよ。1万6000人。リアルタイムだよ。加藤潤さん。今でもやってるよ。今1万4326人だって。えぐいよね。1万6000人が生放送見てるってどういう状況よっていう。まあ、パワープロやってるんだけど、リアルタイム、リアルタイム。すげえよ。半端じゃねえよ。あ、これは引くわ。これは引く。えぐい。ゲームやるだけで1万人以上人が集まるんだから すごい世界だよな。俺もね、ちょっと、30分ばかしやってみたんだけど、まあ、閲覧5とか久々だったよ、本当に。すげえ新鮮な感覚だった。閲覧5みたいな。自分の中でそんな低い閲覧のことがなかったから、びっくりしたよ。はい、ともさんおはよう。閲覧1だったよ。5は後半少しやったけど、過疎生主の頃の気分思い出したよね。あ、俺ってこうだったんだっていう。すげえ、斬新なね。斬新な感覚だったね。なんか感慨深いものがあったね。まだ機能を使いこなせてないんだよな。あれ何だったんだろう。生放送の、コメントが残せなかったんだよね。FC2 で風立ちぬやってる。ダメでしょ。違法動画アップロードだから。加担したらダメだよ、それ。風立ちぬは名作だよ、本当に。あれはね、宮崎駿の最高傑作だよ、本当に。とんでもない。あれは面白い。引くよ、本当に。見た？風立ちぬ。もう天才中の天才だっていうのがもう作品の中で伝わってくる。あれ狂ってるよ、あれは。クレソンのシーンさっき終わったんだ。でも、あの人は、スパイゾルゲだからね。セータさんが、情報を売るんだよ。まあ、細かい描写がないから分かりづらいと思うけど。クレソンむしゃむしゃ食べるからね。ヘイヘイ。マイキーいらっしゃい。ヘイヘイ。映画泥棒犯罪だからね。結構懲役重たいはずなんだけど、
ちょめちょめおはよう。よくそんなリスクを冒すよな。頭おかしいよな。ケバブカレー結局朝買ってきて帰ってきていけんかった。食わなかったの？マジで？ケバブカレーじゃないよ。チキンケバブキーマライスね。もったいねえ。セゴの練習ね、今ね、あばら折れてっからちょっと休んでるけど、今日走ろうかなと思ってるね。今日から再開しようと思ってる。さすがじゃないけど、もう、あばら折れてて、激痛なんだよね。起き上がることも困難な状態だから。ただもう、体軽くしないとやばい。ボヨンボヨンだよ。ジーパンもパッツンパツンだし。ちょっと、絞らないとまずいね。絞らないとまずい。いや、焦んない焦んない。もう勝つよ今回は。まあ無理っつうか、練習を楽しんでる感じだし。夜じゃないとジャンクは無理か。いやでも、いや昼食っても全然ありだと思うよ。あれはもったいねー、食えばよかったのに。仕事行きたの？タムタムさんは東京、もともとどの辺の人なの？ね、遊びで来てたんだ。太郎ちゃんといろいろあった？何があった？いろいろって。まあ俺の試合期待していいよ。あ、静岡だ。まあでも田舎の方うまいもんいっぱいあるからな。静岡の方がうまいもんいっぱいあるよ。岡山のあのエビ飯はびっくりしたけどな。全然思ってたのと味が違くて。エビ飯うまかったよ。まあ新幹線乗るっていうのが俺この前人生初めてだったからな。新幹線なかなか乗らないよ。まあ地方の人は慣れてんのかもしんないけど。ツイッターで名指しされたの？なるほど。まあまあ配信者とやっぱリスナーは距離がある程度ないとダメよ。あのリスナーさんはほら友達みたいな感覚になってくじゃん、どん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 。でもね、俺らはね、やっぱリスナーさんはリスナーさんだよ。どこまで行っても、あのこれはね、友達みたいな関係になったリスナーさんもいるけど、こじれた時ややこしいのよ。俺らはある程度やってる配信者は距離を置くようにしてる。ネットで出会った人を友達にはしないっていう。わかるよ気持ちは、仲良くなって感情移入してっていう。でももう俺は友達は作んないな。恋人も作らない。まあのりこがね、あの軽有な例だけど。いやあのね、これは難しい問題なんだよ。やっぱり友達だって思うのがいいことだと思ってるけどね、みんな言うけどトラブルの元なの。あのこじらす方が半端じゃないから、ネットで出会った中っていうのは。だから俺らはほら対複数でやってるわけじゃん。ギフト送ったら次へ次って欲しい欲しいになっちゃったのか。それはダメだね。なるほどね。プレゼント送ったらもっともっとってなったのか。それはまあ便所さん悪いんじゃないの。わかんないけど、一線超えたらダメだから俺は DM も送んないの。あの業務的なステッカーとかファンレターだと思って読むことは読むけど、返信したらあの絶対一線超えるの分かってるから。過去に経験があるのよ。まあ男も女も。ダメダメダメ。ああなるほどね。まあね、難しいよ難しい。だからね、花火とかの距離感、なんで俺がその運営に半分取られてもいいから花火がいいっていうのはそこなんだよ。やっぱり第三者が介入してるっていうのがすごく大事で。そう、あくまでほらだってマイキーさんは喜んでもらいたくて あげるわけじゃん、プレゼントとかお金っていうの。だけど
第三者が介入しないと裏切られたって言った時、返せとかそういう問題になるじゃん。だから気持ちが問題がすっきりしない。だけどアイテムってやっぱその場でポンって投げて買ってるわけだから、ふわっちから文句言えないでしょ。ああ、まあまあいいんじゃないの。程よい距離感で。弁護士さん悪い人じゃないし。ただ、難しいよ、この問題は。俺にもそういう感情を持ってるリスナーさんたくさんいるだろうし。あんだけよくやったのに、なんで俺を、なんか俺に冷たいんだっていう。でもさ、例えばさ、リスナーさんはさ、もう何年も前から見てたとしてもさ、俺らは会ってみないと会って初めましてなんだよ。で、初めましてじゃないように振る舞ってるだけなのよ。これいつも言ってるんだけど。会ったことない人なんだよね。だから感謝は本当にしてるの。応援してもらうのもあれ、嬉しいんだよ。だから芸能人ぶってるとかそういうことではなくて、やっぱね、物理的に100人超える閲覧になってくるとそうなってしまうんだよね。で、みんなを平等に扱うっていうことは、やっぱそういうことだと思うから。俺は多分、この先多分友達みたいな人は、リスナーさんでは作らないだろうね。そうそうそう。あ、トゥクトゥクの宿を取るとか。なるほどね。まあ。難しいとこだよね。俺はだから自分からリスナーさんにコツで頼るってことはしないっていうのは、そういうこと。それで離れていく人が嫌だから。それで離れていったら、もったいないじゃん。そう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 、面倒ね。だから、くれたものを受け取るっていうのはありがたく頂戴するんだけど、自分からねだらないっていうのはそこ。特定の個別にはねだらない。ただ、この40人に向かっては言うよ。こういうふうに。花火ください。これは俺はギリギリ OK だと思ってんの。不特定多数の人に向かって呼びかけるのはセーフだと思ってるから。ただ、個通では絶対やらない。いや、難しいよ。平等に楽にっていうのは。いや、これはやっていいでしょ。配信者なんだから。仕事だから。あ、変な人からもフォロー来ちゃった。亀尾さんはどっち？いや、これは、権利だから。もらえないのも分かってて、100も承知で言うんだよ。花火。Please 花火。Please give me fireworks. Please. これはいいでしょ、別に。これはしょうがない。俺は食っていくためにやってんだから。ワンチャン狙ってくんだよ、ワンチャン。ファイアウォークスって花火だね。Please give me 花火くださいだね。 それで稼ぐのは難しいけど、俺はこれを選択して、今17万、16万9000円もらってるよ、小出宮さん。このやり方でこの稼ぎ方だよ。俺はこのやり方で100万稼ぎたい。ファイアウォークスかな。ファイアウォークス。確か。まあ、そりゃさ、色恋営業とか友達営業とかさ、どこそこの誰々さんみたいにやったら楽だよ。おはようって。愛してるよ。おはよう。今日もいい出来だね。今から配信始めるよって。この前は花火ありがとね。カルティエのリング誕生日だから送るね。こんなの配信と何の関係もないじゃん。俺はこんなやり方やらないよ。だって、配信の腕磨くっていうこと放棄してるんだもん。違くない？小出宮さんどう？恋愛感情を持たせてさ、なんかこう一発やれるとかさ、付き合えるんだって思った女の子が気づくつくじゃん。ちょっとふわっち覗いたらやってた。さっき終わる。いやー、なんか寝れなくてさ、1個動画1本終わって YouTube ライブやって30分で戻ってきたよ。稼ぎまだまだね、83万1000円だぜ。もう残り何日よ？ 17 日かよ。1日何万ペースで稼げばいいんだろう。いやー、厳しいな、100万。100万厳しいよ。いやー、ゆっくりか。今月は走りてえ気分だな、本当に。
もうぶっちゃけその後はいいのよ。捨て頃も終わるし、何も終わるし。だから例えば僕はシルバーアクセが好きだから、和道君からも買うことがあるかもしれないけど、新商品出るたびに連絡来たらさすがに答えるよ。いや、マイキーさん多分俺のシルバー買わないと思いますよ。僕シルバー1個100万で売るんで。いや、100万で買ってくれるんだったら買ってもらいたいですけど、マイキーさんは多分買わないよ。俺本気で100万で売るから。1商品100万で売るって決めてるんで、それでも欲しかったら連絡ください。僕はぼったくりシルバーアクセアを始めることにしたんで、フワッチポイントを買うのが俺の経費で落とせたらいいんだけどな。天城風介入させたらどうなの、ギニューさん。もう超高額所得者だけ狙おうと思って、本気で考えてますね、100万は。経費で落とすの、なんか方法あんのかな？アマゾンポイントとかじゃダメなのかな？ウェブマネーとか。それは無理なの？クレイジービッグとかフロアティーディー、わかんない、俺。全然。いや、俺本気で作るよ。でも、シルバーは。でも、ちまちまなんか、売りたくないし、本気で100万だけで売る。そう、なんかもう人生変えるものにしたいから、なんか一個一個、その何千円とかで一個一個作っていくの嫌だもん、俺。仕事にしたくない、遊びにしたいから。夢みたいなものをやっぱ売りたいし、夢みたいなものをね、手に入れたいし。だから100万ね、投資するとか、100万、和道が作ったものを100万で買いたいっていう人に売るよ。ただまあ、なんだろう、世の中にはないものを作らないとなっていうプレッシャーはあるけど。ふわっちで課金したら雑所得扱いになるのかな？配信者じゃないからわからん。ふわっちで課金？ああ、どうなんだろうな。その辺、税理士さんに相談、なんかしらでできんじゃないの？花火を経費で落とす方法って何かしらあんじゃない？多分あると思うよ。ああ、なるほどね。ヒデがつけてたりか。いや、そういうことだよね。何をつけるかじゃなくて誰がつけるかだよね。まさしくそういうことだよ。昔ダウンタウンのまっちゃんが1万円のお笑いライブやって成功してた。へえ。すげえな。いろんなことやってるのよ、まっちゃんって。ただで見てお布施するっていうスタイルのライブも1回やってるし。結構若い頃失敗もしてるんだよね。まっちゃんはいいよね。いろんなことにトライしてて。でも配信者のリスナーの問題っていうのは根が深いと思うよ。もっと俺らも考えないといけないし、俺息長くやっていきたいんだよ、この業界で。で、リスナーさんに愛される存在になりたいから、なんかリスナーさんを裏切るようなことはやりたくないね。悪態はつくけど。あ、そうなんだ。いや、そうだろうね。3000円前後だろうね、多分。あ、でも、まっちゃんには1万円取る価値があるよね。1万円で払っても見たいっていう価値はあると思うよ。全然正解でしょ。1万円で武道館とかでやればいいんだよ。全然埋まるでしょ。松本人志の生の笑いは。ごまかしが効かないから怖いよな、テレビの芸人さんは。SE でね、笑いつけ出したりとかできないからね、生は。
でもね、なんかね、俺が強気に100万円って言ってるのは、常識をぶっ壊すっていうのを見せたいんだよね、リスナーさんに。やっぱり、その低所得な人って自分の基準のお金の判断が染みついてるけど、俺は高額所得者を見てきたわけよ、本当に。会社やってる時も、リスナーさんでそういうスタイルを、その社長さんで稼いでる FX 株で本当に運多く稼いでる人を見てるから、その100万で買う人は俺はいると思ってるんだよ、本当に。それがすごく大事だと思ってる。その俺が見えてる世界に付き合ってくれっていう、夢見せてやるよっていう。100万で売れたら笑わない、みんな。買うやついるのっていう、買うやついんのって思って、夢があるじゃん。いや、公務員給料めちゃめちゃいいでしょ。 公務員今ね、このデフレの時代で超勝ち組だよ。公務員は今やばいよ。今一番いい思いしてんの公務員でしょ。結婚したいランキングでも公務員上位じゃん。まあ、俺いつも言ってんだけど、気持ちだよ、やっぱ。気持ち以上をいただいたらダメ。期待をするなって言ってる、よく。信じますっていうのをやめてって言ってんの。和道さん信じてます。ついてきます。一生見ます。これ全部嘘だから。そうじゃなくて、楽しんでくれって。で、楽しかったらチップ置いてってくれって。俺はその楽しかったよ、チップありがとねっていうお小遣いで生計を立てるのが夢だから。なんか俺のこと信じろとか、俺についてこいとか、その宗教みたいな。それって俺関係性が崩れるやり方だと思ってるから。俺はやりたくないね。俺のことついてこいとか。いや、でも、そういう配信結構多いよ。口にしないでもそれをやっちゃってる人って多いと思うの。あくまでもやっぱチップだよ。で、チップもらえなくなったら俺は芸事じゃないと思ってる。パフォーマンスでもアートでもないと思ってるから。芸事になんかこう、尽きるっていうか。あくまで俺らができるのは暇つぶしなんだから、こう、リスナーさんのちょっとの1時間とか5分とかを楽しく暇を潰す関係で、で、チップをいただく。そのチップだけじゃ生活できないんだったら母体を増やす。多くの人に楽しんでもらえるようにするっていうのが正しいやり方でしょ。そう思いません？いや、うちのね、リスナー層はいろんな人がいるから面白いよね。眠れないときに。そっか。ロムっちゃうかんな。寝に来る人いるんだよな。なんか、俺の声はなんか寝やすいらしいんだよね。女の人によく言われる。和道さんの声聞くと寝れるって。最近でも言われなくなったな。和道さんの声素敵とか、和道さんの声好きとか言われなくなった。なんでだろう。やっぱ声でもね、褒めてもらえると嬉しいよね。たとえ声だとしてもね。 いや、カオス寝てねえじゃねえかよ。 寝れない時に寝る、見るね。
なんか面白いアイテム手に入れてえな。なんか最近物欲がなくなってきてんだよな。これいくらぐらいになったんだろう、お金。半分ぐらい貯まってるか数えてみようかな。森くんいらっしゃい。いくらになったんだろう。重いな。重いぞ。広げてみっか。いや、まだ半分だからね。半分でいくらになるのか指標ができるから。いくらぐらいだろう。半年ぐらいかな。わざと買い物するときとか500円玉できるようにして、で、ずっと溜め込んでる。お財布の中身500円取り出して。外国人の店員さんとかと計算できないじゃん、あいつら。だからね、なんかね、細かい小銭と千円札とか出すと止まるんだよね。で、ぴったり500円になって、おーみたいな顔する。引き算ができないらしいよね。海賊みてえだな、すげえなこれ 海賊みてえだな、なかなかすげえな。ポケット重いよね。いや、昔やってたのはもう小銭をバンバン、そのリステリンとかに入れてくんだよ。家から帰ってきた小銭をもうバンバン入れんの。前回それで500円だけじゃなくてだいぶ貯まったよね。海賊でしょこれ。ほら、海賊だな。リステリンくせえな、しかも。リステリンの匂いが半端ない。で、ここに何枚かあるから。こうやって貯めていくの。10円入っちゃった。何枚？予想どれくらいだと思う、これ。みんな。いくらぐらい？予想。やっていくか。7万円ってこの前書かれてた。5000円。10万ないでしょ。10万ないと思うよ。ないない、絶対10万はない。リステリンの半分。わかんない。半年ぐらいもうボン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 放り込んでるだけだから。あるかな。俺のリステリン貯金。俺はだから7万ぐらいじゃないのっていう。多分俺の予想7万。
してみっか。これみんなの一発の一発の花火だかんね。一発一発の花火。7万。俺の予想は7。タムタムさん10予想。30万。でも最近もう欲しいものがないんだよね本当に。え、みんなはいくらぐらいだと思うの？他の人はいない？物欲ないね。物欲全然ない。いや、金持ちが物欲なくなっていくって本当だよ。あれ、稼いでも稼いでも年のせいなのか稼いでるせいなのか分かんないんだよね。欲しいものがどんどんなくなる。年齢的なもんだろうな。それよりもなんか自己実現欲求の方が強いね。そのせいもあるだろうね。なんでこそっと言うの。きなこたんもっと表に出てきなよ。最近絡んでくんないじゃん。いやー、どうだろうな。およ10万あるか。え、あ、10万あるな。10万いきそう。リステリンって満タンいくらになるんだろう。お、あるわ。10万いったわ。え、10万あるんだ。半年もやってみるもんだ。これで10万。これで、あれ、いくらあんだこれ。10万いったわ。今半分だからこれで30万ぐらいたまんの。じゃあ まだあるね。あれ、7万じゃねえじゃん全然。あれ、これいくらになんだ。あら、あらあら、でも10万だからな。おお。いや、リステリン結構入るな。思ってたよりもいく。あれ、また増えたよ。まだあるよ。これどこまで行くんだ。あれ、意外な結果。あら、あれ、これモス、マジか。あれ、これ行くな。あ、これ行くわ。あ、これ行くぞ、みんな。行く行く。あ、来た。あ、これはすごいわ。行ったわ。15。15でしょ、これ。うわ、15だわ。
リステリンで満タン30万入んの？貯金箱として有能じゃん。うわ、行ったわ。え、どこまで行くんだこれ。ちょっと待って、予想外すぎるんだけど。15の16だ。16、多分これで5万だよね。これで5万、10万、15万、すげえわ。16万入ってる。すげえ、いくなあ。こん中の半分で、これの半分なの、ちょうど。ってことはこれ満パンで30万超えるんだ。いやいや、全然いくじゃん。もう勉強になるな。検証の結果、リステリン貯金は約30万いきます。すげえな。後半頑張ろうつうか、頑張ろうつうか、別に頑張るっていう目的でやってないんだよね。なんか、結構入るな、やっぱ。入る入る。おはよう。いや、16は意外だね。16だとほら半分入るもん。いや、下手したら40万いくかもな、これ。すげえな。リステリンちょっといいかもね。ほら半分だ、ちょうど半分ぐらい。半分以上あるかな。いや、半分だよ、半分。ここ、あ、エフェクトって書いてあるところ。半分よりも、まあまあ半分以上あるか。まあいいや。ここ、あ、あ、ランプがつくでしょう。あ、500円入るよ。リステリン貯金は結構有名じゃない？欲しいものが欲しいな。いや、検索したら全然出てこなかった。いや、なんかね、じゃあドレさんがリステリン貯金ってあるだろうって俺にドヤ顔で言ってくんの。でも間違いなく俺が始めてんだよ。でドレさんね、情報ネタが俺なのにね、なんか自分が編み出したみたいな時あるんだよ。検索したら全然有名じゃなかった。俺が勝手に始めたんだよ。そう、なんか俺にドヤ顔でね、リステリン貯金とかね言うんだよ。ドレさん、それ俺だから情報元みたいな。あの人たまに分かんなくなる、俺もやってんだよみたいな。俺もやってるんじゃなくて俺の真似したんだろうみたいな。かわいい。いや、結構ドヤるよ。
すげえかわいい。俺が昨日話してたもことをなんかプライベートで飯食ってる時にどやる時があるから、マジかと思う時あるよ。本人の前で自分なんかネタ元に語りかけるのはダメだろう。あの人可愛いんだよな、ほんと。そうなんだよね。なんかね、厄介な点がもう一つあると思ってて、欲しいものをリスナーさんが買ってくれるっていう。もうね、俺もうほんとダメな人間になってると思うんだよね。どうしたらいいんだろう。ほんとダメ人間だよな。リスナーに依存しすぎだよ。いや、ほんとに良くないよ、これ。なんか魔法使いがいっぱいいるんだって。みんなが美味しいご飯、お金、物を全部買ってくれんだよ。これ絶対ダメだろう、よく考えたら。なんかダメだろう、これ。この生き方肯定されたらダメだよ。絶対良くないよ。でもやめらんないんだよ。でもやめらんないんだよ。絶対良くないよね、この生き方。どうしよう。俺このままドレさんみたいになっちゃうよ。このままどうすればいい？リスナーに依存してさ、もう未来お先真っ暗だよ、マジで。どうやって生き残っていこう、この先。ダメだと思わない？甘やかされて。だって一生面倒見てくれるわけじゃないぜ、今のリスナーさんも。それぞれに生活がかかってるんだからさ、和道かわいい、和道かわいいってお小遣いくれ続けて、それで100万欲しいっつってんだよ。これ本当にもらったら気が狂うぜ、本当に。いや、だからね、なんか欲深いやつとか羨ましいんだよね。なんかツバニャンとかさ、貪欲じゃん。いくらもらってもさ、すぐ使い切るでしょ。すげえよな、あれ。ツバニャンとかユカチとか、3品が60消えたっていう配信見て、すっげえリスナー、が狂ってた。え、どういうこと？どういうこと？60何に使ったの？でもそれでも甘やかすでしょ、テルのリスナーは。テル君大変だったねって言ってお金あげんだよ、多分。解放いらっしゃい。絶対そうだよ。え、テル君しょうがないよって、私たちが支えてあげる。大好き、チュッチュッつって。いや、60万ってテルなんか6万円稼げないっつって、家がないっつってたんだよ。どうしたらああなるの。すげえよな。なんか稼げないのは辛いけど楽しいんだよな。これ自己矛盾だよ。稼げないのは辛いけど楽しいんだよ。でも稼ぎたいんだよ。今の中途半端の俺一番つれえよ。じゃあアイラに聞いてみようかな、相談しようかな。うわ、宝箱70個かよ、アイラ。もう引いたわ。今電話しようかなと思って枠開いたら引いたわ。宝箱70個。宝箱70個っていくらよ。もういいよ、狂ってるの。もっと狂ってたわ。こんなのに相談したらダメだよ。だって5000円かける70個は、何これ、35万 ?1 時間で35万稼いでんの、こいつ。気が狂うわ。何これ、おかしいだろ。おかしいだろ。本当に。ワイヤーでいらっしゃい。おはよう。いや、ゆっくり寝れたね。おはよう。風船ありがとね。宝箱70個。
いやー、プレッシャー半端ないと思うよ。どうやったらそんな太い客掴んでるんだろう。意味がわかんねえな、マジで。すごい。宝箱70、35万円。俺にも来ねえかな、宝箱。てか、宝箱今売ってねえし。どれさんも宝箱、ファンタスティック宝箱だよ。10個だよ。すげえよな。おかしいわ。バガープレゼントありがとう。すごいわ。すごいわ。えぐいわ。やっぱアイラすげえな。アイラすげえな。何これ。期間限定一発5000円もらえんの。ょっと待って、どういうこと？ああ、色気？いや、普通にコメント書きなよ。嫌よがいいの。俺、普通にコメント書いてくれると嬉しいよ。堂々としてよ。みんな仲間だよ、ここは。色気？俺、色気ないのかな？色気ないの？俺、かっこいい？悪い？ なんか、どうしたらいいんだろう。色気か。一回さ、女性リスナーの言う通りにやってみる？服装とか髪型とか。一回その白いワイシャツ着てくださいとか全部やってみる？リスナーさんの求めてる和どうぞ。え、例えば何着てほしいみたいなのあんの？帽子かぶってほしいとか。ファッションから入ろうよ。俺やるよ。今持ってる服であるのがあったらやるよ。部屋を勝たせとかさ、なんかこう、なんつうの、女性リスナーにそう、もう完璧に寄り添っていくっていうか、これをつけるなとかさ、いろいろあるんでしょう。一回、ちょっと、じゃあ、どうしたらいい？服は。なんか、みんなのアバターになろう。着せ替えワドちゃんやろう。着せ替えワドちゃん。分かったよ。黒い T シャツも取るよ。言え。書け。理想の和道。じゃあ来い。やったるで。さあどうする？さあどうする？ないの？ ないの？黒はダメ？リモコンにされてみよう。リモコンじゃない、ラジコンね。シルバーもストーンもつけてなかったね。じゃあいいよ、言って、どういう服でどういうの着てって。あったら着るから、着替えてくるから。さあ来い。どうすればいい？黒はダメなの？何がいいの？何がいい？言って、言って、みんな女性リスナー。あ、起きて。はいはいはい、起きて。白シャツ今太ったかんな、入るかんな。薄い色？これでいい？これでいい？これでいいかい？これ。どう？ワイシャツ。インナーがないな。オッケー、これで白シャツでいい。どう？ノンラブ。どう？これでもいい？オッケー。
部屋を片さないとな。根本的に部屋が汚すぎる。入るかな。シャツはいいんかな。シャツいいんだよね。これいいシャツだな、結構。シャツはいいん。シャツいいん。はい。シャツはいいんなんだ。どうしよう、花火上がりまくったらどうしよう。これだけで上がるかな。物は試しだからね、ちょっとやってみようか。婦人部がキャーキャー言うかもしれない。パンツ赤、俺験担ぎなんだよね。俺赤パン、バレた。俺赤だね。俺の赤パンを見たことあるリスナーは少ないよ。シャツイン。で、いやー、なんか違和感あるな。違和感やだな。リーマン通貨社長時代思い出すな。すげえやだ。はず、すげえはずいんだけど。やだよこれ、照れるぜ。違和感あるでしょ、違和感あるでしょ。変じゃない。え、黒い T シャツの首に軽いネックレス、 OK。 首に軽いネックレスか。軽いネックなんかあるかな。重いのしかねえな。軽いネックレスか。軽いネックレスねえな。え、どう？女性陣どう？女性陣コメント書いてよ。ノンラブ、ノンラブセレクション、ノンラブなんていうの、コンサルティング、どう？女性陣評価してくんないと分かんないよ。軽いネックレス、軽いネック。おはよう、サムソナイトさん、おはよう。軽いの、これでいいかな。これでいい？リスナーさんにもらったシルバー十字架の、これ軽い？てか太ったな俺。これ多分軽め、持ってる中では一番軽めで、リスナーさんからもらったネックレスだね。トップも外せるんだこれ。長えな。マジかよ。どう？はにかみとシャイな感じって何？そんなんまでもやんないといけないの？はにかみ？ハニカミ。ノンラブプロデュース厳しいぞ。俺にない要素ばっかり言ってくるんじゃん。ハニカミ。何？ハニカミってどうやってやんの？俺生まれてこの方ハニカミなんてやったことないんだけど。ハニカミ？ハニカミってどうやってやんの？ハニカミのやり方がわかんないんだけど、どうやってやるの？
誰か教えて、ハニカミ。帽子かぶりゃいいのか、髪型が合ってないのかな。どこにつけよう、ここ、うん、こうか。声聞こえる？大丈夫？ OK？ 声は。あああああああ、声聞こえる？全然 OK？ これでワイシャツだったらこれで OK かな。爽やか？テレヤな感じで母性本能をくすぐる感じ。え、何それ、髪の毛はセットしなくていいの？ノンラブ、髪の毛はセットしなくていいの？このまんまでいいの？髪の毛は、髪の毛はセットした方がいいの？ノンラブプロデュースめっちゃはずいんだけど、何これ。髪はいい、これで。何その、照れ屋な感じでハニカムってどうやってやんの？どうやってやんのそれ。やり方がわかんねえからすげえ恥ずかしいんだけど。やだ、自分の放送じゃないみたいですげえ嫌なんだけど、違和感しかないんだけど。それ青山の笑顔ってどんな感じなんだろう、全然わかんないよ。え、他の女性陣はどうなの、どうなの、正直。他の女性陣も書いてよ、コメント。胸毛が半端じゃないんだけど。え、これいいか、これいい、どう、なんか書いてよ。女いねえの他に。なんで誰もコメントしねえんだよな。胸毛は隠した方がいい、いつもの方がいい。どうすればいいんだよ、いつもの方がいい、うん、オカマみたいな外人キャラの。でも今私肌みたいに。何なんだよこのコント。何なんだよ。結局何やっても花火上がらなかったって話じゃねえかよ。どう転んでも青山に勝てないって話だったじゃねえかよ。いやー、おっさん撫で方なんだよね。そう、着物とか似合うんだけど撫で方だよね。胸毛は白人、外人受けがいいの、なんなんだよ。まあいいや、まあまあたまにはね、女性陣の言うこと聞いてみないとダメでしょ。オッケーオッケー、なんなんだよ。まあおじさんだからな、色気売るのはもう若いやつらだけでしょ、うん、けどいつもの黒がいい。戻っていい？違和感あるから変えていい？ T シャツに変えるね。なんか明るい色苦手なんだよね。変えるわ。ありがとね、ノンラブ、アドバイス楽しかったよ。いや面白い。いやでも白似合わないと思うんだよな自分で。着替えてくるわ。ノンラブありがとね。いや楽しかったよ。
っと待って、もう一個試し、和道リスナーこっちの方が好きそうだけどな。こっちの方が俺っぽくない？こっちの方がかっこよくない？ちょっとちょい悪感。こっちだろ？和道リスナー。どうよ？こっちだろ？やっぱ俺のセンスだよ。ぽいでしょ？うん。こっちでしょ、俺は。そうなんだよ。やっぱダーク系が似合うんだよ。かっこいいでしょ？黒シャツ似合うんだよ。やっぱ黒なんだよ俺は。うん、腹本当に捨て頃終わったら絞らないとな。うん、いいでしょ、今日はこれでいくか。うん、うん、今日はこれでいこう。いや、10キロ、俺は5キロだね。一番いいペースの自分で。5キロが一番いいペース。俺走るときは5って決めてる。10はね、ちょっと長い。5だね。5。長いよ、5は。ここは長い。モイストさんは白派なんだ。まあファッションやっぱ好きなもん身につけるのが一番いいよ。俺童顔だよ結構。シゴさんみたいで可愛い。俺結構童顔だよ。親父もね結構老け顔だけど、老け顔の人年取ると童顔なんだよ。だからこっからは俺年齢年取らないと思うよ。あんまり変わらないもん。俺の配色のこだわり結構あるんだよね。子供の頃から配色がおかしいって言われてたから。女性の好きな服装あるよ。あるある。ちょっとパンクっぽい感じの方が好き。バンギャっぽい感じが好きだね。バンドやってるっぽい感じの女の子。バンゲラじゃない。パンクスの女の子とか好きだね。パンクファッションっぽい女の子とか好き。まあでも別に女の子はどんな感じでも。
あー、じゃあ俺のタイプだよ。じゃあ俺のタイプだよ。俺は好きなタイプだね。恋してたよ多分。何ごめんなさいって、なんで謝んの、なんで振るの。タイプじゃない。どうしたら花火飛ぶかっていうかね。スキニーデニムとか、あ、デニム似合う人かっこいいね。うん、あ、なんか最近ホットパンツっていうの、短いなんかジーパンみたいなの履いてる子好きだね。タイツ履いてホットパンツで合ってる。撫で方、撫で方ディスやめて。生っ粋の日本人の体型だからディスらないでください。これでもね、でも格闘技やり始めたからだいぶ肩強くなったんだけどね。でかくなった方なんだけど、どうしたら花火飛ぶんだろう。やっぱ色恋かな。今から色恋リスナーに仕掛ける枠やる。色恋を仕掛ける枠やる。テストで。そう、俺も色恋の勉強しようかな。誰か練習台になってくれるリスナーさん、ありがとう。ウサムソナイトさん、ありがとう。俺に花火くれるのはいつもおじさんとおばさん。いや、わかんない、やり方がわかんないからトライしてみようかなと思って。おはようって、いい天気だね、今日もいい天気だね、ありがとう花火。色濃いやっぱ極めないとふわっちは厳しいから、色濃い仕掛けようぜ。うん、おー、え、ちょっと誰かさ、おじさんは俺のこと大好きだから、なんか姪っ子とか甥っ子とか、なんか親戚の子供みたいな感じで可愛がってくれっかんね。うん、女性リスナーもいるんだけど、俺に恋心がないらしい。女性陣は全くないらしいね。どうすればいいんだろう。おはよう。どうしよう。ググってみる。ググってみようか。それいい案だ。そうしよう。わからないときはグーグル先生に聞きゃいいんだよ。ググるよ。ちょっと待って。Google に、色恋営業と、色恋営業、色恋営業、色恋営業から巴にシフトさせる。色恋営業とは何か、うん、色恋営業とは何か。色恋営業とは恋人にするような行為、イチャイチャすることや好意があるような素振りを見せてお客さんに恋人ごっこを演出する営業方法である。基本的な営業方法とも呼ばれてる。基本だったんだ。マジかよ。基本的な営業なんだ。ほう。お客さんがこの営業を求めていることも多く、ほとんどのホストがこの方法を使うと。ホストが色恋営業でよく使う言葉や言動。好きになりそう。会いたいな。彼氏いるの。今度〇〇に行こうよ。お前にだけ話した。
全くできてないね。こう行動、仕事前仕事後にメール、出かけた際に手をつなぐ、店で手をつないだり距離がやたらと近い、会いたい、最終的にお店で飲む流れになると、うん、あ、ここ重要ね。色恋営業をかけられてる客の心理、恋人ごっこを演出されてるうちにこの人も自分のことが好きなんじゃないかと勘違いをしてしまう。お客さんの中でも自分にだけ自分が特別なんじゃないかと勘違いをさせてしまう、うん、ホストだからと割り切っているつもりがどんどん好きになってしまう。おいや、これ当たってるの？色恋仕掛けられたリスナーとかいないの？この中にコンサルして誰か。俺に色恋かけられたら嫌じゃない？ちょっと試してみようか。試してみようか。誰かいるかな？うん。試そう。練習しよう。練習します。練習しよう。出ないの？出ないの？出ねえのかよ。出ねえのかよ。出ないの？このタイミングで。マジか。誰かいっかな。誰もいねえ。ちょ待って。誰かいいかな。出ねえな。みんな夜行性だから出ねえわ。誰かいいかな。出ないな。誰も出ねえな。誰も出ねえじゃん。誰も出ないわ。誰も出ない。うん。ダメだ。みんなまともな人は寝てる、寝てるんだよ。ダメだ。色恋営業の練習できない。うん。ダメだ。暑いね。いいね。盛り上がってきたね。クモン流がテルをボコボコ宣言。一回負けてるからな、クモンはな。気合入ってるでしょ。一回負けた人間は強いよ。悔しさバネにするからボコボコにしてほしいの。何、テルとなんかあったの？テルのこと嫌いなの？あー、なるほどね、なるほどね。いいじゃん、熱くなってきたじゃん。いいよいいよ、どんどんやれ、うん、いや、いいよいいよ、どんどんやれどんどんやれ。厳しいな、今月100万いかねえな、多分な。心折れそうだよ、俺。今月いかなかったら俺いつ行くんだよ、マジで。
正直アンケート取っていい。今月100万いけると思うかどうかアンケート取っていい。ついに悪魔のアンケートに手を出そう。も悪魔のアンケートに手を出そう。はい、アンケートでーす。はい、アンケートどうぞ。100万いくと思いますか？もう行かないの？あの姉さん行かないと思う？いやー弱ってるね。アンケートに手出してる時は弱ってる時だからね。完全にひよってるよね。やっぱ無理なのかな俺じゃ。もうやだよ俺。後輩にバンバン抜かれていくの。まあ、向こうはこう先輩だと思ってないと思うけど。きついよな。クモンリュウくんが負けたらフワッチ引退で、テルが負けたらテルが脱藩配信？何脱藩配信って？脱藩？なんか藩に所属してんのあいつ。何脱藩って何？何藩に所属してんの？脱粉？はいおはよう。脱粉配信、テルの脱粉配信なんか誰も求めてない気がするんだけど。いや怖くて回答できないってどういうこと？回答してよ。アンケートは誰が書いたか分かんないからアンケートなんだよ。アンケートに答えても俺は誰が回答したか分かんないよ。アンケート途中会話の流れとは違いますが、ユーカニャンの件、ユーカニャンってか誰だか分かんない、誰それ。回答したの見えてないよ。男の色気は少しミステリアス。色気ない、そんなにないのかな、色気ないのかな俺。ていうか色気なの花火って、やっぱりそこが悲しい。前提が悲しくない？なんかおっさんから愛されて花火投げてるのじゃやっぱ限界あるのかな。俺おっさんとおばさんからの支持は絶大なんだけどな。それが悔しいよね。色恋が前提になってるっていうのが、それがやだわ。色恋されたいのかな。リスナー激減しそうだけどな俺の場合。いや別に好きに回答していいよ。大丈夫だよ。別に怒ったりしないから。何もしなくても投げるのは色気なんだ。はあ。でもまあ色気はあった方がいいよな、確かに。それはそうだわ。それは間違いないわ。色気は持ってて損じゃないよね。色気とは縁遠いキャラだからな。いやードレさんの色恋営業はすごいらしいよ。プップクプーはすごいらしいよ。あ、俺のこと思ってくれてんだ、ありがとう。じゃあ開封してみようか。さあ100万円いくか。よいしょ。43人。てっいいえ 87%。 すげえな、すげえな。
10割のリスナー大事にしよう。やっぱりじゃねえよ。やっぱりとかやめとけよ、ほんと。ああ。厳しいね。圧倒的な不利な状況だね。厳しい。超ヤバタン。諦めよっかな。もう辛い俺。ね、辛いよねペコね。ペコ辛いよね。辛たんだよね。おはよう。諦めよっかなマジで。もうなんか無理だよなやっぱな。諦めっか。不正ありがとう。うーん、心折れそう。ワドタン、ワドタンヘコタンだよ。もうへこむわ。おお、ボロクソ言われたんだ。いやそう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 、マジで青山なんか枠開くだけでもう飛ぶんじゃん。そんなに俺青山と何が決定的な差があるのか分かんないよね。男っぽいのと男の子っぽいの違いなんだろうね。和道さんは、ん？和道さんは僕ちゃんっぽくて可愛いからおばさんま狙う？おばさん受けは半端じゃなくいいかんね。おばさん受けは半端じゃなくいいんだよね。ペコ調子いいね。ご機嫌だねペコ。おはようペコ。ペコアンチだから俺の。ペコ俺のこと大嫌いだから。あ、のんちゃん起きた？ん？寝てる？起きてんの？恋してる顔。俺さ、恋してる顔って何？どんな顔？わかんない。
わかるの、みんな顔で恋してるかどうか。全然わかんないんだけど、何それ。ほら、サイコパス系男子だから。いいよ、おっさん受け狙ってくよ。もういいよ、俺のかわいいかわいいおっさんたちからの花火を世界中のおっさんかき集めるんだよ。ねえ、本気で恋してるよね、テレのところね。あれ、何なんだろう。叶うわけないのにね。みんなテルなんか恋人だと思ってるからな。すげえよな。俺もわかんない。でも間違いなくモテてるよ。いや、そうだよね。いいよ、自分らしくやるわ。何、愛しい人を見つめる顔って何？いや、俺やだ、そういうの。もうそんなん嫌だ。そんなん恥ずかしい。無理。そんなん嫌だ。そうだよね。そういうのが嫌だっていう人がここに集まってきてるから。あ、出会い中だらけなんだ。いや、マイペースにやろう。確かにテルと客層全然被ってねえかんな。テルに夢中なやつら俺の話聞かねえもんな。その時の表情って俺そんな表情したことないと思うよ。ずっとこの顔でしょ。ずっとこの顔でしょ。ずっと変わらず。いや、両方だと思うよ。どっちが、卵が先、鶏が先じゃなくて、両方ともあるんだよ。稼ぐやつ、モテるやつって稼ぐし、稼ぐやつってモテるんだよ。両方だよ、両方。いや、ご機嫌だよ、ペコは。分かったよ、もう消すよ、もう、消すよ。捨て頃出てる、捨て頃でテルが勝っても負けても支援は変わらないのかな。負けても頑張ったねとか、むしろ負けた方が花火飛ぶんじゃないの。変わんないでしょ。
え、何あった方がいいの？何どっちだよ。でもね、これ書かない方がいいんだよね、やっかまれるから。俺はもう分かってんだよ、もう答え出てんだよ、書かない方がいいの。今いくら稼いでるんだって金勘定リスナーが始めるから。ね、やっぱりね、なんか20-30万にしたいっていう無意識の心理が働いてるんだよね。無意識の心理が、俺より稼いでもらいたくないっていう気持ちが絶対前に出ると思ってんの、金持ち以外のリスナーから。だからね、爆投げされた後ってね、普通の、今まで普通にくれてた人がくれなくなるから怖いんだよ。爆投げされた次の人が次の枠全く飛ばなくなるもん。そうそうそう、いや、アンチの話はしてないよ、人間の心理として。俺はまあ同流今やってんの、色恋せず友達営業せず雑談のみで花火をもらっていく、喋りのみで。要は配信者として勝負してる。そしたら結果が出ない。まあまあキープはしてるかもしんないけど、それは成長してないっていうことだと思って焦るよ。やほい、波が来たぜ。龍鳳デスマス花火ありがとう、あざます、ありがとうございます。来た、ありがとうございます。やはり男だったっていう、ね、花火をくれるのはやはり男だったって、ありがとう。女性は恋愛感情ないと花火投げないのかな、どうなんだろう。いや、結果は求めないとダメだと思う。まあ、そうだね、男性に特化して、もう経営者の男気ある花火師さん、経営者とか FX とか自営業の人をガンガン集めて、もうとことん可愛がられた方が多分俺らしいと思う。だって女の人でも経営者ばっかりだもん、俺に投げんの。だからそこが唯一の救いではない。男も女も関係なく、自営業やってる人、社長さんとかから可愛がられるっていう。いや、もともとだっておじさんおばさんばっかりじゃん、絞ってるっつの。デミ、ここに若い女どこにいんだよ。例外があった若い子がいても、メンヘラ、メンヘラ、あとはジジイババアだよ。まあまあいいよいいよ、蓋開けてみようぜ。女経営者に買われたいの多分。俺買われたいっていう願望ないな。なんか女紐みたいなことはあんまやりたくないね。なんかかっこ悪いじゃん。女の紐になりたいっていうのないね。男の金持ちだね。いや、ない。仕事は楽しいし、やりたいことずっとやってたいから、ないね。女から金引っ張るとか頭おかしいやつだと思ってるから。俺ない、全くない。でもまず恋愛感情ある相手から金を引っ張ろうとか思ったことないもん。まあそうだね、セグメントはしっかりしないと。飼われて俺の体で遊んでほしい。バカだろ本当に。
旅館アイドルって何？旅館アイドル。俺今考えるとメンヘラばっかりだなって、本人が自覚ないだけでドメンヘラばっかりだね。蓋開けてみると、うん、だからそういう癖があるんだと思う。メンヘラ好きだね。のんちゃん見たらわかるでしょ。振り切ったメンヘラだからね。ねえのんちゃん、のんちゃんメンヘラだよね。違うよ。え？え、のんちゃんメンヘラじゃないの？なんなの、のんちゃん。もう。のんちゃんメンヘラじゃないの？なんなの？普通の人じゃないでしょ。なんだ。メンヘラじゃなかったんだ、のりこは。びっくりだわ。メンヘラホイホイではあるね。うん。100万何に使いたいわけじゃないんだよね、うん、いや使う目的も正直ない。だから嘘をつくのが嫌いなの俺。あのね、正直言うね、嘘をつくやつとか自分を偽るやつが大嫌いなんだよ。ありのままの俺で100万の評価を得たいだけです。うん、俺は100万手にする価値があると俺は思ってんの。認めてもらいたいの。正直おか誕生日付きだからっていうよりもそれもあるのね。そうじゃなくて、俺は配信で今まあそこそこ稼がせてもらってますよ。でも100は行ったことないの。でも行きたいの。俺は配信で100稼いだっていう実績を残したいの、うん、残したいの。それが次につながるから、次でかい仕事が舞い込むの見えてくるんだよ。でも俺がね、この1年半ふわっちやってて100稼げるチャンスは俺はこれがラストだと思ってんの。うん、いや俺は認めてほしいよ。だから力貸してくれってみんなに毎日言ってんの今月。うん、いやだから俺の中の戦いので色恋かけたりとか、そのなんつうの、100万このために使いますって言って本当は嘘だったとか嫌なんだよ俺。うん、嫌なんだよ。そうで俺は正直今月100稼げたら別に来月3万とかに落ちてもいいと思ってんの。もう本当に、あの要は多分なんだけど、ぶっちゃけた話、来年の今まで30万稼ぐの俺できると思うの。それはわかるでしょ。このアンケートしたら多分みんなほとんどの人8割方はうんそうだろうねって言うと思うの。俺は来年まで30万コツコツ稼ぐよりも、この生まれたこの33歳になる時に100稼ぎたいと思ってるの。それがあの俺の今やりたいこと。正直金別に、うん、そう、生活できる分は困らないと思う。みんな助けてくれると思う。そうじゃないんだよ、わかんない、蓋開けてみないと。俺はかけてるよ。でもだから堂々とこうやって書いてんだよ、100万稼ぐって。何に使いたいとかないんだよ、正直言うと。っていうかね、ぶっちゃけね、まあ、あの生活できたら御の字だよ。正直。物欲ないもん。楽しいもん、毎日。だけど、好きなことで100稼げないっていうのは、やっぱ周りからの評価得れないから。うん。やっぱ、ドレさんが上から目線、テルが上から目線なのって、やっぱり、こいつは稼げてないやつだっていうところがあると思うよ。うん。荒野からも見下されるっていうのは、やっぱ稼げないやつは男はダメなんだよ。俺は一目置かれたいよ。
同業からも、まあ、それが本音だね。俺の方が絶対面白いことやってると思う。俺の方が絶対コンテンツ作ってると思ってる。100万の価値があるトロフィーでもいい。いや100万だね。うん、うん、そうそう、自信が手に入れたいんだよね。あーもうお前うざい、麦ちゃん来んなよ俺の放送。お前と話すとモチベーション下がるから嫌なんだよ、絡みたくねえんだわ、うん、このエタンいらっしゃい。俺お前嫌い、麦ちゃん。おはよう。まあいっか。いや食ったことないからわかんないな。ありがとうデミー、花火ありがとうございます。ありがとう。いや一発で変わるんだって。少ないけどじゃないって、一発でけえよ。だって2000人が一発くれたら終わりなんだからでしょ。2000人が一発くれたら終わりなんだから。ありがとうございます、サンキュー。夢にまた一歩近づいた。あざす。まあ今までやってきたことの評価だからな。まあまあないくらの仕事してたのかっていうのがよくわかるよな。お月末に、月末にわかるよ。まあでも色恋かけるぐらいだったら俺は死んだ方がマシだな。女を泣かせるようなことより女に笑ってもらった方が全然いいでしょ。女泣かせて100万取りたくねえわ。モーニング。あそうだ、大花火ありがとう。あとおめでとう。ごめんね何もできなくて。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you つって。歌う歌おうか。じゃあ雑談だけで100万稼ぎたいね。でも普通に通常営業で歌うか。いらないって言われるの分かってるけど歌おう。はいみんな付き合ってね。いや歌う。桜餅ありがとう。よいしょ。歌おう。
歌うよ。ちょっと待って、キア歌うよ。俺は アピってない、アピって、いくよいくよいくよ。ハッピーバースデートゥーユー、あれキーバス、ハッピーハッハッピーハッピー、ちょっと待って、ハッピー、あれハッピー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 、ちょっとキーが分かんない。ハッピー、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 ハッピー。はい、ちょっと待って、オクターブ上どうだ、ハッピー、ちょっと待って、どうした俺、ハッピーララ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 ラ、ハッピーハッピーハッピー、ちょっと待って、どこだ、ハハハハハ、オクターブ下で歌います。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear soul. Happy birthday to you. おめでとう。それは鳥も騒ぐわ。それは鳥も怒るわ。まあ、切ってます、知ってますよ。はい。おめでとうございます。そうそう、おめでとう。ぐだりすぎ。うるせえわ。誰だてめえ。何だったの？そうそうの誕生日のね、昨日ね。うん、ハピハピ事件だ。はいはい、おめでとうございます。いくつかは聞かないです。C の音が取れないっていうね。ハピハピ事件。ちょっと待って、オクターブ上どこだ、出ないキーなのかな、ハッピーバースデーハッピーバースデーで出るはずなんだけど、ハッピーバースデートゥーユー、まあいいや。また一つ伝説を残してしまった。また一つキーが取れない。ドラム叩きてえな。いたずらおじさん、うん、あ、動画になるかどうかわかんないけど、6時か、朝か、日曜日か、日曜日、
色恋営業の練習していい？そしてやっぱもしかしたらワンチャン色恋の才能あるかもしんないから、色恋で色恋営業の練習やっぱやっていい？色恋営業やっていいっすか？やっぱ色恋もう今やらないけど、色恋営業テストしてみようよ。色恋の才能があるかどうか見てみたくない？よしやってみよう。はい、もしもし。はい、彼氏いんの？いや、いませんけど。マジで？はい。すっげえ今意識しちゃった。またですか？おう、そんなとこ、そんなもう和道さんの話してる場合じゃないんですけど。今な、なに、どういう場合なの？お前声かわいいな。あなたなんか竹串で刺すとか言って女どうなったんですか？いや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 、知らねえよそんなの。知らねえよ、他の女の話してんじゃねえよ。お前ほんとかわいいな。じゃあそれだけじゃ全然もう乗れないんですけど、和道さんのいつものあれに。何？なんでお前そんなかわいいの？ごめんごめん、邪魔してごめんね。無理だわ無理だわ吹き出しちゃった無理だわ無理だわ無理だわ、こんな吹き出しちゃったやっぱ才能で言えば俺かかってきちゃった。なんだよハゲのくせに調子乗ってんじゃねえぞクソ。なんだよなんだよ、ケンナオコ、なんだよ調子乗ってんじゃねえぞ。なんだその髪型はよ。おめえの顔も何なんだよ。前伸ばせ。お前の顔ね、いじりすぎなんだよてめえ顔をよ。いくらかけてんだよてめえ。顔いじってねえだろう。お前顔、顔いじってんだろうがよ。お前が言ってるせいでさ、ずっと顔いじってるっていうことになってるじゃねえかよマジでさ。だってお前いじってるって言ったじゃん。何百、300万かけたっつった。600万か。歯ね、歯。いや、目と鼻と顎って言ったじゃんお前。それヒアルロンプチで何回かやったから、それ合計するとそうなりますねって言ったけどもうあのね、いい加減にしてね、もう本当に。なんだよ、お前久保田かよマジで。なんだよ、なんで発狂でも寝とけよマジでな、何発狂してるの？どうしたの、どうしたの？なんか機嫌悪いの？何、なんで怒ってんの？意味が分かんないんだけど。何何じゃなくて何発狂してんの？なんでいつもさバカにして電話してくんの？違う、色恋営業が花火飛ぶからちょっと練習したかったんだよ。無理だったわお前じゃ、なんか花…え、チンコの写メ送るよ。じゃあチンコの写メをよ、チンコの3円投げてやるわ。3円。いやいやいや無理無理、お前から3円とかいらないから、3円。お前からアイテムもらったら俺もう自殺もんだからいらない。ほんとそんな恥ずかしい発射金。お前に色恋かけて花火一発もらうぐらいだったら俺死ぬわ。じゃあな。言ってやったわ。言ってやったわ。めちゃめちゃ怒ってた。やっぱ向いてねえわ俺、色恋営業。無理だわ。だってあんなのも、あんなのにも色恋かけないといけないんだろ、花火一発もらうために。無理だよあんな下品な女。無理無理、才能ないわ。いや無理でしょワンワンは。あ、おはよう見つけ。面白い。いやテクニックいらない俺、無理だわ、テクニックなかったわ。
しれえよなあいつな。くっそウケるわ。いや顔でしょ、うん、いやもう花火飛ばないそうどうしたら花火飛ぶの飛ばない、うん、低空飛行で行こうこのまま低空飛行極めよう低空飛行和道で行こう低空飛行和道食えれば御の字ご飯が美味しく食べられれば御の字です僕は飛ばない飛ばない飛ぶわけねえじゃんもう諦めよもうアイラとかテルとかなんかイケメンと張り合おうとしてんのがおかしいんだからやめよやめよやめやめもっとトムソーや池上とか荒野とかを意識していかないとそう低空飛行、うん、よし結論出たなあとはもう神々の気まぐれに任せよ神々の気まぐれにそうだねやっぱ強敵だからねトムソーヤ池上はS ラン200をキープ S ラン200をずっとこうやってほうやヒラメだねいや美味しいよトムサオや池上さん面白いもん池上さんは面白いぞあれは天才の息だよ本当に勝てねえあんなのまともに勝負したらダメだよいや今日は雨っぽいよなんか曇りだよ雨っぽい東京はねズボン大丈夫昼過ぎか雨ね。
東京雨多いよね。6月って虹がかかんの？何それ。6月の虹、あ、そうなの。いや、虹ってだから雨降った後に太陽が差したら出るもんじゃないの。囲いね、ブイッと作る囲い。いや、囲い作ると崩壊するんだよね必ず。ニコ生の時も全部崩壊してるから囲い作らない方がいいんじゃないの。なんか囲いは崩壊する流れだと思ってるからいいんじゃない。もうなんかなんかもう この感じがいいような気がしてきた。うん、なんか囲いだ、なんかね、囲いだってね、全員アンチになったからね囲うやつ漏れなく全員今アンチ活動やってるよ。囲いが続いた例って何かあるかな。誰かいるかな。囲う人ほどいなくなるからな。うん、囲いは絶対アンチに変わるよね。え、目標金額28万円に見えたじゃあじゃあ目標100万円まであと82万8500円で、うん、目標引くみたいだね2万8000円が目標ってお前どんだけ重なる主だよっていう。いやー、それはないわ。プラモデルね、実はね、ガンプラ作ったこともないし、ミニ四駆はまあ今作り途中はあるけど、エヴァンゲリオンだけしかないの。エヴァンゲリオンいっぱい作った、5、6体作ったね。ああ、金梅さんの時に言われてたよ、女にで営業電話かけて好きだよとか適当なこと言えっていう。エヴァンゲリオンあるね、ガンプラもないね。だからなんかガンプラなんだろう、あんまりグッとこないっつうか、うん、ガンプラ買ったことないな、ないないない。うん、なんかガンプラに萌えが来ないんだよな。だったら飛行機とか作りたいね。
戦車とか船とか、なんかガンプラハマる人ハマるよね。二等身ガンプラは俺の上の世代だね。いとこのお兄ちゃんが作った BB は、ガンプラ好きな人好きだよね。ずっと作ってるよね。あんまりグッとこねえな。いや俺もわかんない。花火対決、そう金梅さんに花火対決やった時に、いや勝てないっすよっつったら、いや囲いに全員電話するんだよって言ってた。金梅さんもやってないでしょそんなこと、うん、色恋で口説けとか言ってた。和毒とか言って、銀梅さん結構特徴あるからね。こうや光るっつって、女なんてリスナーなんて金でしょうとか言ってあの人が言うから許されるんだよワードくん、ドレさんは、俺は色恋営業してると思ってる分かんないけど、ヒカルくんは絶対性格的にしてない。ヒカルくんは色恋とか絶対しない、うん、すげえ素直な性格だから。ドレさんはやってると思う。で振られまくってトラブルになるタイプだと思ってる。てかね、色恋営業じゃなくて普通に女のケツ追っかけてるだけだと思うヒカルくん絶対タイプ的にやらない。めんどくさいの大っ嫌いだから。ヒカルくんはしない、うん、絶対やらない。だドレさんは色恋営業っていうか、ただただ単に女のケツをひたすら追っかけ回すっていうのを知ってるから、色恋営業じゃないんだよねただの色恋だドレさんの女のケツを追っかけ方半端ないから、うん、すごいよな。なんであそこまで性欲に、性欲の権限みたいになれるんだろう。いやケツ追っかけてるよドレさんは。いやマジで性獣でしょあれ。性獣性欲の塊だからねちょっと雑談のうまい性欲だからねあれ。いや54歳でさ、20歳の可愛い女の子とか口説いてるんだぜ。やばいよね。いやすごいよドレさんは。いやこの中にもいるんじゃないの、ドレさんに口説かれたことあるっていう人。俺いると思うよ多分。私実は DM で口説かれたとか LINE で口説かれたとかいると思うよ。いないのかな予判リーベルトモンスターだよモンスター。
ポカタさん顔変わった？おぼちゃん顔変わった？てかおぼかたさんって美人なんだけど顔でかいよね。わかる？おぼかたさん昔から美人だけどなんか遠近感狂わない？多分ね、金梅さんと同じぐらい顔でかいと思うんだよ。これ言っちゃダメなの？顔でかくない？おぼちゃん。なんか顔変わった？おぼちゃん。どうした？なんか変わった？変わったよね。いや、まあ美人だとは思うけど。顔変わったな。いじった？これ。変わったよね。なんか最近見ないと思ったらどこ変わったんだろう。そうなんだよ、男なんだよ俺の枠。いや顔でかいんだよお坊ちゃん。なんかおかしいよね、遠近感がおかしいよね。ほら顔でかい。なんだろう、なんかどこが変わったんだろう。痩せたのかな、目かな。なんか顔変わった気がするんだけど。いや脱がないんじゃないの、わかんないけど。脱がないでしょ。脱ぐのかな。別におぼかたさんに脱いでもらっても別に期待してないんだけど、そこ脱いでがっかりする系でしょ絶対。なんか違うよね、なんか痩せたのかな。 AV おぼかたさんの AV 見てみてえな、ちょっと興味あるな。割烹着おばさんね、あざといよな。おぼかたさんはな、おぼかたさんはなんか女の人が嫌うあざとさがすごいあるよな。うん、どうしたノンラブ。思い出した、ワトさんの夢見た。トロピカルじゃん。すげえトロピカルじゃん、当たりじゃん。どんな夢だったの、内容は。どんな内容なんだろう。ステーキ食いてえな。チンドリルだって怒られた。何それ。何その夢。チンドリルだっつって怒られたの。何その夢。絵が浮かぶから怖いよ。チンドリルってドリチンのことでしょそれ。ダメだよノンラブ、ドリチン検索したら。あれ R18 だから。なんかゲームやりてえな。なんかもうなんかゲームに逃げたい。なんかゲームで面白いゲームってある？なんか最近ゲーム全然やってないから、なんかプレステ4かなんか買ってゲーム配信やろうかな。ドラクエ11やる。このタイミングで、誰もやってないタイミングでドラクエ11実況。ゲーム枠。誰が求めてんだよっていう。のんちゃんゲーム好きだよね。どういう系のゲームが好きなんだっけ。ホラーゲーム。ホラーゲーム？バイオハザードとかやる？バイオハザードか買う？ここは思い切ってバイオハザード。
のんちゃんゲーマーだよ。のりこはもともとゲーム配信しか見なかったの。え、プレステ4の値段いくらだろう。ゲーム配信俺のリスナー見ないだろうな。絶対需要ない。プレステ4、あれあれ Google が検索できないな。これ、プレステ4、はい、ワードツープレイステーション4、32,000。うん、32,000円か。ん、これ新品か。グレードがあるから。グレードがあるの今。何グレードって。周りの大きさ。あ、パソコンみたいな感じなの。3万円、4万円とかか。ゲーム配信ちょっとやってみようかな。ゲームは何が面白い？なんか誰もやってないようなゲームやりたいな。なんか何このゲームみたいな。なんでこれやってんのみたいな。ディスティニー2。うん、俺あれ好きなんだよね。そうだ、あれがあるじゃん、ディズニーランドのやつ、なんだっけ、キングダムハーツ。キングダムハーツは面白いでしょ。どんな時だってってやつ、あれは神ゲーだったもんな。キングダムハーツめちゃめちゃ面白いよね。ただね、え、違う、あのね、ディズニーがね、多分利権がうるさいから多分キャプれないと思う。ディズニーは本当にうるさいの。だから多分ね、キャプチャーできないと思う。どうなんだろう。キングダムハーツはやりたいな。めちゃくちゃ面白かったキングダムハーツ。ツボ今やるのいいかもね。一番うるさい。多分無理だと思う、配信でやるのは。すぐバンだよ、著作権うるさい。荒野行動ってやったことないんだけど、俺ね、人殺すゲームあんま好きじゃないんだよね。なんか面白いか、人殺して。うん、なんかモラルがない。だから俺キングダムハーツとかディズニーとかが好きだから、そういうところ意外とうるさいの俺。なんか人を殺したりとかあんま好きじゃないのよ。嫌なんだよね、なんか乱暴なゲーム嫌なんだよ。なんか心がすさむんだよ、ああいうの。もっとハピネスなものがやりたい俺は。スト2か、なんか微妙かな。ときめきメモリアルとかやりたい。ときメモ今あんのかな、ときめきメモリアルって。ときメモ、ときメモをやってみたい。ときめきメモリアルってまだあんの？アイマスとかになってんのか今は。いやー面白くない、なんかやだ。戦争をなんか助長するようなゲームやだね。4まであるんだ、ときめきメモリアル。金梅さんとときめもやるって熱い枠だよ。なんだこの枠っていう。ときめもね、モンスターハンターも、なん、モンハンは鮫島さんやってたか。てか鮫島さん最近枠やらねえよな、どこ行ってんだろう。
うかり屋さんとはより戻したのかな、うまくいってんのかな。っていうか、鮫島さん多分オカリナさんと結婚した方がいいと思うんだよな。あ、晩中なの？何やったの？また晩になってんの？なんですぐ晩になるの？こんなに。ドレさんの枠って正直あんまり面白いと思わなかったんだけど、でかい白人と黒人に侵された経験を持つドレと思って見てたら面白かった。あ、面白いでしょ？うん、そう。だからゲイに異常に怯えてるドレさん、ファンタジーだから。なんかね、ドレさんの面白いところはなんか専門用語とか側がすごい出てくるけど、突っ込むと怒るところが面白いんだよ。あの人ね、ほんとね、なんかね、ショーン・ケイみたいな人なの。なんかファってね、それっぽくどうやってやるんだけど、レストランとかでもそうなんだけど、なんかさっとなんかぶっこんでくんので、俺が純粋に興味持って聞くと怒るの。そう。だからね、ふわっと知識人っぽい感じを作り上げて、ファーって次の話題に行くのがうまいんだよね。そう。すっげえ面白いです、それが。そう、うん、怒るのか、だからなんか揚げ足取りに来たと思われてるんだと思うけど。だから俺が一番好きだったシリーズは、ドレさん映画の話しようよっつって、おーっつって、あのドレさんとかさーって、あのなんだっけな、なんだっけ、マトリックスどう見たのって、マトリックスどう思う、ああいうの好きって聞いたら、あれだろって、インストールしたら強くなるやつだろっていうの。俺よく分かんなくて言ってることが、インストールしたら強くなるって何を言ってるんだろうって、うん、だから突っ込んじゃダメなのよ。そう、突っ込んじゃダメなの、ドレさんは。うん、よく分かんなかったもん。うん、戦場の訓練とかなんか戦場系のゲームは俺あんま好きじゃないね。この前もマイケル・ムーアーについて質問したら怒られたからね、自爆でやるよって言われたから。マイケル・ムーアの話をしてたから、マイケル・ムーアの質問したら怒られたよ、俺。自白でやれてめえって。はい、つって。すいません、つって。うん。面白いよ。ドレさんは一番面白い時、普通にエピソードトークしてる時が一番面白いんだけどな。なんかね、体験を語って、ああ、セイクちゃんありがとう、ありがとうございます。アイテムだけで失礼します。マジかよ。おい、ありがとうございます。セイクちゃんありがとう、ありがとうね。なんかね、そう、サイクちゃんが全然最近絡んでくんない。多分ね、寄り目と絡むと寄り目が映ることを多分恐れてる。目が寄ってはいけないから。気づいてた？俺のリスナー、俺の放送見ると目が寄るんだよ。養分伊藤さん見に行ったらおなら連発だった。今からご飯なのに最低だな、本当に最低だわ。
じゃあそろそろ終わりにしますか。今日の放送ありがとうございました。結論、色恋営業は不可能という結論に至りましたので、でもトライしたいね。いつか色恋で口説き落とす俺のフェロモンで。だから色恋営業かかってきたら当たりだからね、みんな覚えといて。女性リスナーはうわ来たわ色恋って思って、俺がおはようって朝メール来たらね。彼氏いるのって来たら、あの色恋だと思ってくださいね。ノンラブハートありがとう。わお、バースデーケーキありがとう。セクシャンアイテムありがとう。バースデーケーキありがとう、うん、いやトライし続けるね、うん、のりこに怒られながらのんちゃんに怒られながらやってこう、うん、ありがとうございます。寝ますか。あ、ま、なんだこれずれた。6決めようっつってね、うん、男にはいかないかな。男にもやってみようか。おはようってなんかドキドキするって送ってみようか。粗相を筆頭に送ってみようか。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。ワドツの使い方間違ってるから、だから終わりの時はワドツじゃねえって何回言ったらわかんだよ。始まりの時だっつってんだろ。誰だよ。